私ね、まだ学生の頃に遊びに来たんですよ。でもなんかやっぱり雰囲気変わってない。軽井沢、別荘族のステータスタウンではありますが、近年若者たちも出没して高原の原宿といった趣。その軽井沢に石窯で焼き上げる人気のパン屋さん。これはさ、売り物？これは切り売りするパンなんですけども。大体皆さんどれぐらいですかね。300ぐらいが一般的です。300が一般的。はい。150、150、500ぐらいだ。1g1 円で量り売りのレザン。お土産に買い求めるお客さんも多いそうです。マスターみたいな。お店の中に入っていっちゃう。これ尽きんのか。そうか、尽きるんだね。すいません、バスターミナルに。お邪魔します。すいません。あ、本当だ。あ、これバスターミナルだ。こっからですね、あの日光まで行きたいんですが、はい、これをじゃあ持ってってください。あ、いいですか。え、いいんですか。ロマンス街道ってありますんで、日光まで行くのはね。じゃあそれとりあえずそのロマンス街道。はい。軽井沢からバスの旅、紅葉の日本ロマンチック街道。軽井沢から日光へ、上信越高原国立公園と日光国立公園を結ぶ日本ロマンチック街道。あ、落ちてる落ちてる、いてま、関東平野の奥座敷に高原の秋を探して遥かなる旅路。はい、小さく溝よ、ここ軽井沢から奥日光、日本ロマンチック街道各駅停車路線バスの旅。県境を過ぎると突然天高い秋空に浅間山。来たことあるかもしれない中学校の修学旅行で俺来た。旅先で遠い記憶がふと蘇って途中下車。ロープを巻いた犬あれあれ覚えてるもん。あ、犬だとか言ったんだよみんなで。その時はね結構感動したんだろうけどね。これどう見ても今見ると犬じゃないよね。今何ですか。じゃあ今岩、何で岩、今何ですか。俺の目が大人になったってことなんだな。浅間山の大噴火が生んだ鬼押し出し、自然の営みは激しい。でも季節は束の間の安らぎを感じさせて、高原を渡る風に爽やかな秋。これなんかすごいね。すごい、見渡す限り一面キャベツ。キャベツキャベツねえ、ちょっとの大変だ。浅間山の北の斜面に広がる妻恋村は高原野菜のふるさと。こんにちは、ちょっとよろしいですか。すいません、お仕事中に。お仕事を続けていただいて結構ですので。田んぼがなくお米が取れない妻恋村でキャベツの栽培が始まったのは昭和初期のことですが、今やその収穫量は日本一。キャベツが村を豊かにしました。切りたてのやつかじってみて。違うよ、ちょっと、あ、もうそうやってかけちゃう。大丈夫。うん、うまい。海の刺身を食ってるみたい、うん、なるほど。お醤油かけたらね、かえって甘みがはっきり出てきた、うん、味噌いってみましょうか。あの貧しくておかずもない頃、ご飯と味噌だけ持ってきてね、それでおかずにして食べた。うん、これもいける。昔の人はね、このキャベツの葉っぱを利用してね、茶碗代わりにね、
暴れて飲むんだ。僕ね、これでね、なんか生命の泉というかね、いえ、これあと30年ぐらい大丈夫だろ、これ、ね、30年は。こぼれてる、だから。こぼれてる。ね、あ、うまい。変な感覚ですよね。人々の汗と努力が私たちの命を支えています。60年生きられますよ、2杯なんだから。ロマンチック街道に鮮やかな紅葉、昼と夜の温度差が激しい山になればこその景観です。アニマルさんの大ファン。アマさんの大ファン。出れるじゃないの。みんな同級生なの。本当ですか。食べた。嘘ついてどうするの。ここから草津に向かうんでしょ。草津の方に向かいますよ。草津よいとこ一度はおいで。おいおい。どっこいしょ。どっこいしょですよ。ちょいねちょいねじゃない。違う。どっこいしょ。どっこい。草津温泉行きは豪華なバス、客席は中2階にあって眺めもいい。このスーパーハイデッカーを JR の路線バスとして使っているのは全国でもここだけです。これは何なさるんですか。これはですね、はい、草津のお湯をですね、はい、家に持って帰ってですね、はい、ちょっと治療に使おうと思いました。まあ、ちょっと言いにくいんですけど、はい、ちょっと足の方なんですけどね、大体皆さんかかると思うんですけれど、はいはいはい、水虫でしょうかね。さすが日本一の湯治場草津、週末を利用して訪れる方もいらっしゃるようです。海抜1200メートル、白根火山のふもと草津町、万病を治すとされる温泉は町の中央の源泉から各宿へと送られています。あ、なんかこう温泉町って感じしない。うん、湯気がね、ね、雰囲気ね。湯治が目的ならやっぱり時間湯で指導を受けて治療に専念したいもの。失礼します。ここで着替えまして、そちらがお湯になってるわけですけどね。中のお湯の流れを聞こえる。ちょっと暑いんですよね。何度ぐらいあるんですか。48度あると思いますね。48度。お母さん、どっか悪いんですか。はい、いい、私は院長ですので、この管理人ともね、管理人さん、指導ともね。男性の裸見るのドキドキしませんか。どうなんですか。そんなことないよ、もう。そうですか。10年もやってれば。あ、もう慣れたもん。うん、あ、見慣れちゃったの。やだ。どうなんですか。なんでも感じないよ、もう。え、いくつですか。22です。地元の方ですか。いえ、東京からです。いつ頃からやられてるんですか。7月から。どうですか、効力、効果は。全然違います。やっぱり違いますか、はい、まず湯もみをして温度を下げます。温泉の成分を高度に保つため水では埋めません。お湯かける。トマさん、ちょっとすごいね。20杯。おお。高温の湯に体をなじませます。よいしょ。靴下履いてお風呂。はい、行儀悪いよな。はい、揃って3分。あっちー。大丈夫ですよね。あっちー。だいぶ。あっ。あっ。動くと痛いですね、これ。動くと熱いですね。いやー、本当に気持ちいい。ね、気持ちいいですよね。いやゆうちょうの中島さんはかつて皮膚病に悩む湯治客の一人でした。3年がかりでその皮膚病を治し、10年前にゆうちょうになったそうです。ダメダメダメ、本当にダメ。あっちー。 あと1分。湯治客の必死な思いを知るゆうちょうがいる時間湯でも、温泉だけを楽しみたい向きにはいささか熱すぎる時間湯です。やけどしてないですか。やけどしてないです。だからやけどすることはないですからね。長藤流の湯治客もいて、昔ながらの情緒も漂う草津の温泉街。ちいさん、すごい野菜が売ってる。直接は私失礼だけどいいかな。ほら、いや普通のインゲンに比べて大きいね。幅広インゲンってね、はい、草津にしか取れないインゲンなの。これ草津にしか取れないの。そうなの。
海抜1000メートルより下がっちゃうと花は咲くんだけど実がならない、はい、そんな高いところにいるんですか。そうなんです。私たちでどんな特徴があるんですか。まず筋がないの全然。えこういう筋がない。ここに、ま、ほらこう取れる筋取るでしょ。取れるよね。ないのよいくら取ろうと思っても。じゃあ草津を農家の人はインゲンとか作ってるんだ、うん、草津はね、うん、高地面積がないからな少ないのよね。でこれは国村ってねこのちょっと山の向こうにそこは農家専門に農家専門で農家専門っていうか農業が多いのね。温泉街の店先で見つけた幅広インゲンの産地国村へ寄り道。僕はねこういうことが大好き。あそうですか。足をこの使って歩くとか息がハーハー言うとかね健康にものすごいことね教えしちゃってる。パワーウォーキングって吸って吸って吐いて吐い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 て吸って吸って吐いて。草津のお隣国村は人口2000人余り。長野県との県境を走る山々に連なる山村です。これインゲンだ。どれどこどこ。ほら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 。これはそうだったんだ。あ本当だこれ幅広インゲンだ。これ幅広だ。朝夕の温度差が激しく霧が深い高冷地に実る幅広インゲン。夏から初霜が降りる10月中旬までが最盛期。水田のないこの地で幅広インゲンは農家の生計を支えます。おばあちゃんあのひざまずいたりする人お仕事なさるから。そうそうもうね、うん、こんなことをしちゃさ腰は痛いし足は痛いしここに引くなって。ここになって飲むの。もう7月の末からね、うん、1日休んだだけ。1日休んだだけ、7月の末から。ええ、まあ仕事だからしょうがないね。ああしょうが、うん、そうだよね、うん、おばあちゃん今おいくつですか。おいくつですか、うん、今おいくつですか。私、はい、年忘れたな。ああもう忘れちゃった。もう年戦後この産地へ開拓に入った山口夫妻は酪農とインゲン作りで家族を養ってきました。あすいませんお母さんどうも。これがね今撮ってもらった。これ幅広インゲン。あこれがそう。さっとお湯に通しただけのインゲンに高原の香り。柔らかい、うん、結構肉がこうしっかりして、ね、しっかりしてるでしょ。甘い。孫嫁です。孫嫁です。え孫嫁です。そうです。あ孫嫁さん。うちは昔からマンモス家族で。マンモス家族。お父さん。お父さんあどうも、はじめまして。お邪魔しております。お父さん。どうもどうも。これはお父さんでいらっしゃるわけです、ね。息子さんですよ。こんにちは。あこんにちは。うわこれで未分え、ちょっと間違えた。君らなんか湧いて、皆さん湧いて出てきますね。お父さん、お母さんですよね。はい、で、パパママです。パパママ。お父さんの息子さんですね。パパですね。息子さんが4人いらっしゃると、はい、いうことですか。で、こちら2人が、ひ孫になるわけですね。そうです。おじいちゃん。1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人、11人だ。11人。これでもあれですね。今ご長男はまあ奥さんもらえる。皆さんまだ結婚はなさってないんですか。まだなんです。これから募集中ですか。家族のおぜちは本当幸せですよ。楽しいですよね。だからじいさんとばあさんだけの生活じゃ本当つまらないです。この島子だのさ、はい、孫がこうして近所で働いててくれる人はね、はい、本当幸せです。大家族が大地に根を下ろして幸せに暮らす日本ロマンチック街道です。キャベツをざっくり切ってっていうのを、あと生で幅広インゲン。美味しそうでしたね。かなわないですね。やっぱり産地取れたてのものっていうのはね、はい、ああいうところ旅してないとねなかなか味わえませんけど ね。さあ今日はですね、路線バスの旅日本ロマンチック街道行くというんですけど、はい、あのバスターミナルのおじさんがロマンス街道でちょっと間違えちゃって急に親しみを覚えてしまいましたけどねこの街道、まあ、いわゆるあのドイツのロマンチック街道に名前をね真似て作ったと思うんですけれども、はい、ちょうどあの軽井沢から日光の方まで景勝地を走ります。今はいいですよ ね。もみじきれいだけどまあ厳しい山岳地帯ですから厳しい生活も残ってると思いますが、さあ3人どんな風景とどんな人たちに巡り合いますか。関東平野の奥座敷を路線バスの旅、車窓には肩を寄せ合うように